長崎バイオパークではアルパカの毛を使ったフェルトストラップ作り体験を開催しています。はい、では早速作ってみましょう。こちらがバイオパークで飼育しているアルパカの毛です。薄い茶色のがモコの毛、濃ゆい茶色が、チロルの毛になります。では早速作っていきます。まずは、適量を取ってこの専用の工具に入れていきます。約半分ぐらいですねに潰して入れて蓋をします。で、この中にはお湯と、洗剤が入っています。中で、卵の白身を泡立てるような感じで回していきます。で、時々今度は外で水を切るようにして回していきます。これで形を整えていきますね。これを何度か繰り返します。さっきの洗剤と外でフリフリするのを繰り返すと、こんな感じになります。で、これにはまだ洗剤がついてますので水でちょっと洗います。その時揉むようにして洗ってください。実際はもうきれいに乾かしてからやった方がいいんですけど、ちょっと時間がないのでティッシュで軽く拭く程度にします。はい、とりあえず、フェルトの玉が一つできました。はい、これからストラップを作るためにこの紐に、いろんなものを通していきます。でまずは、用意しました、石ですね、天然石を、この中から2つ選んでください。で、あとフェルト、さっき作ったフェルトの他にもう1色用意してます。それでは石に糸を通していきます。で、この先に落ちないように結び目を作っておきます。あらかじめですね、フェルトは硬くなってますので、この大きい針で刺していきます。はい、これで石とフェルトが紐に通りました。で、このあと石がずれないように上の方を一回結びます。で、その後は好きなストラップの元をつけてもらいます。取れないように2回ぐらい結びます。はい、余った糸を切ります。アルパカの毛を使った、フェルトストラップ完成です。アルパカの毛を使ったフェルトストラップ作り体験は、ご覧の日時で開催しています。ぜひあなただけのオリジナルストラップを作ってみませんか。